Thank you.
見てください、今にもつぼみが花開きそうです。ついに新しい命が生まれようとしています。あなたにもこの声が聞こえていないのですか？そうですか。私にははっきりとこのつぼみから私を呼ぶ声が聞こえるのですが。どうやらその子の名付け親に選ばれたようだね。名付け親？どういうことですか？天聖の花から新たな命が生まれるとき、赤子は天使たちの中から一人を選び、自分の誕生を知らせるんだよ。前世の記憶は失っているが、無意識に魂がゆかりのあるものを呼ぶのではないかと言われている。そうして呼ばれた者が赤子を取り上げ、名付け親になるんだ。さあ、お前の手で取り上げておやり。はい、天使長。この少し影のある優しい微笑みはお姉様に違いないです。あ、戻ってきてくれたのですね。あなたにはお姉様の名前の一部をもらって、ベルという名を与えましょう。お帰りなさい、ベル。またあなたと共に過ごす人生が喜びであふれますように。末永く健やかであることを願う。ルティアナ様のご加護があらんことを。お姉様は幼い頃から私にいろいろなことを教えてくれました。今度は私が教え導いてあげたい。天使長、どうか私にこの子を育てさせてください。そして先ほどお話しいただいた審判の天使のお役目、引き受けたく思います。ベルのためにも精一杯努めます。ああ、そうしておやり。この子もそれを望んでいるだろうよ。ありがとうございます。これまで幾度となく同胞が転生する瞬間を目にしてきたが、いつ見ても心が温まるものだな。と、そういえばお前にまだ礼をしていなかったな。お前のおかげで審判の天使たちは気力を取り戻し、新たな道を見つけることができた。ありがとうよ。さあ、これを受け取ってくれ。私からもお礼を言わせてください。今回のことだけでなく、あなたにはどれだけ助けられたことか。お姉様が転生するこの日をあなたと共に迎えられてよかった。本当にありがとうございました。お前はユーライザが見込んだ通り、誰よりも英雄にふさわしい存在だった。真の英雄とは、お前のように決してくじけることなく人々の光であり続けるもののことなのだな。この先お前がどんな道を歩もうとも、我ら天使はいつでも見守っているよ。さてと、私は次の仕事に取り掛かるとしよう。願わくば、これから始まる新たな神の候補者探しでも、またお前のような英雄に出会いたいものだね。